ラマーニの石井先生にインタビューさせていただきます。先生、今回は特別賞ということで、また去年に引き続きグループ賞特別賞と2年連続おめでとうございます。素晴らしいことです。もう拝見させていただいたら、去年はこんな子いるからの可愛いシリーズだったのが、今年はもう打って変わってね、建物のそれも重厚なパーマシリーズといいますか、はい、その経過に立って、もしお話しいただける範囲がありましたら、はい、お伝え願いたいですが、はい、私は横浜出身ですので、横浜の港町は本当に異国情緒あふれて素敵な建物や街並みがあるので、一度写真に撮ったものをシャドーボックスにしたいと思っていました。でそれが写真家の前代の矢作麻子さんと編集をしてくださった美濃久保屋さんのおかげで今回実現することができました。そのシャドーボックスの世界では今までプリントからするそのシャドーボックスというイメージがすごく固定概念がありましたが、先生のところは今回は写真を土台としてそれを加工してなさるという、でそれもですね、ズロップ拝見させていただいてましたら、各その写された場所場所に許可をいただきに回られたというエピソードもお伺いしているんですけども、何かとご苦労があったと思うんですが、そこら辺はどうでしょう。はい、写真家の矢作さんからの話で、やはり大きな建物に関しては許可を取った方がいいということで、はい、横浜市のものとか神奈川県のものは販売をしなければいいということでしたが、やはり個人の持ち物などは、そうですね、書類を出したりとか、そして許可をいただきました。今回で、なるほど、書類をお出しになってきちっと許可をいただいているその過程は、多分もうエピソードを聞かないとそのご苦労を計り知れないと思うんですけれども、ちょっとそこまでにね、エアハルファイトは先生いつもどこからあるんでしょうね。本当にちゃんと食べることだと思います。たくさん召し上がって楽しいことをなさって、いやいやそれでも素晴らしかったです。皆さんにこう統一感はね、されるためにも先生のご苦労もあったかと思うんですけれども、先生のところはね、裏裏から生徒さんの講師の方もいらっしゃいますので、そこら辺の先生の、ご苦労じゃないですけれども、皆さんとこうタイアップするこの秘訣みたいなのがもしありましたら教えてください。みんながすごく頑張ってくれたということだけです。はい、私は応援はしましたし、場所も提供もしましたが、みんながそれぞれいろいろ愚痴を言ったり文句を言いながら、それでも楽しんで作ってくれたのが、まさか先生を崇拝なさっている姿もこうして会場を拝見しているとよくわかるんですけれども、先生またちょっとお話戻って申し訳ないんですけれども、その横浜の方々にシャドーにしますっていう、そのシャドーボックスっていうのは伝わりましたか。伝わらないです。あ、そうですよね、私がシャドーボックスっていうとほとんどがシャドーボクシングだと思われて、どこのジムですかって聞かれます。そうですよね。そしたらまたそれを、実物を作りやって持っていかれたとですかね。写真は分かりますか。写真でほとんどの方が OK だったんですが、何件かの方は、やはり写真をということで、やっぱりその学校の中の 3D の世界ですってこう申し上げても、ね、実物を見ていただくと、より立体的に、より素晴らしい作品になるのは、やっぱりこうしてご覧になることが一番なんですけれども ね、本当にね。でも今回そうして、もう横浜の方から皆さんね、タイアップで、先生、横浜大使館になるんじゃないですか、なりたい。本当ですよね。いや、もう先生のところの放送は毎年素晴らしくって、いや、もう実は18回なんですけども、第9回の放送があられるということで、もう頭が下がる思いですが、先生、また来年ね、はい、びっくりさせるようなことを、また、拝見したいです。よろしくお願いします。どうかはい、どうもありがとうございます。